左がジャボデタベックで、右がダイバンドン。青は、ジャカルタと4つの区、講師職は3つの県、緑は拡大した地域、ジャボデタベックプンジュルは、インドネシアのジャカルタ周辺の都市圏を指す用語である。2005年現在の人口は2360万人で、インドネシア最大の都市圏であり、世界でも10市に入る都市圏となっている。ジャボデタベック都市圏は、 ジャカルタと西ジャワ州の部下市、ボゴール、デポック、バンテン州のタンゲランの4つの都市、西ジャワ州の部下市地区、ボゴール地区、バンテン州のタンゲラン地区の3つの地区から構成されている。ジャボデタベックという言葉は、それぞれの都市名から2から3文字をとって構成されている。地域別の人口としては、約870万人がジャカルタ、 約560万人がボゴール、デポック、タンゲラン、ブカシの4都市、約910万人がそれ以外の3地区に居住している。インドネシア各地からの移住により、この地域の人口は着実に増加を続けている。出展 BBS インドネシア政府では2016年までにこの地域の人口は3200万人に達すると推計している。 この推計ではジャカルタの人口は1200万人、それ以外の地区が2000万人と見積もっている。都市圏は、ある都市へ通勤する人がいる地域として定義される、場合がある。ジャボデタベック都市圏では、コミューターラインという通勤列車が4路線で運行されている。ボゴールジャカルタコタ間の路線が、ジャボタベック最大の通勤路線である。ボゴール市に、ボゴール駅、デポック市に、 デポック駅、中央ジャカルタ地区に、主要乗り換え駅である、マンガライ駅、ジュアンダ駅、そしてジャカルタコタ駅の5つが主要な駅となっている。武蔵ジャカルタコタ間の路線が2番目の路線である。武蔵市の武蔵駅、東ジャカルタ地区のジャティンガーラ駅、中央ジャカルタ地区のバサールスネミ駅、ケマヨラン駅、ジャカルタコタ駅を結んでいる。 セルポン・マンガライ路線は、タンゲラン地区のセルポン駅、中央ジャカルタ地区のタナアーバニ駅、スディルマン駅、マンガライ駅を結んでいる。タンゲラン・ジャカルタ・コタ路線は、タンゲラン市のタンゲラン駅とジャカルタ・コタ駅を結んでいる。ジャボデ・タベック都市圏には6つの主要なバスターミナルがあり、都市内、都市間を結ぶバスが運行されている。外観上有料道路が現在建設中で、 そのうちシリンシングキャクンパサールレボ、ポンドックピノング、ダーンマゴットセンクレングの区間で開通している。また内環状道路もある。ジャカルタ北西にあるスカルノハッタ国際空港と内環状道路を結ぶ空港道路がある。ジャカルタマラーク有料道路がマラークタンゲランタマンジャカルタチーコンペック有料道路を結んでいる。シップヤラーン有料道路がブカシシビチュング。 シーコロング、カレウォン、シコンピクパーウィカルタ、バンドンを通り東へ伸びている。ジャガーウ有料道路が、コング、ボゴール、キーウを結んでいる。2006年に、サーパング・ビンタロ、タナクーサー有料道路が開通した。現在、ブッカシと東ジャカルタのカンプンムラ湯を結ぶ、ビコカ有料道路が建設中である。ありがとうございます。